こんにちは、パタヤチャンネルです。今回は何の変哲もないタイレストランなんですが、なぜかパタヤで一番の高評価ついてましたので、今回食べに行ったんですが、その理由が納得でした。少し前からチェックしてまして、すごく行きたいお店だったんですが、今回やっと行くことができました。撮影日時点で135人の方が評価をしてまして、なんと5点満点中の 4.9 という高評価のお店になります。その理由の一つとして、立地がめちゃくちゃいいです。パタヤビーチから数十メートルという場所にありまして、ベイウォークレジデンスのちょっと裏手になります。周りには以前ご紹介させていただきましたフォーカスというタイ料理屋さんや、イビザバー、焼肉居酒屋のバクなどがあります。ちょうどアヤブティックホテルの真正面になります。お店の名前はメイヤイメイレックと言いまして、朝11時から夜の10時までやってます。そして毎週火曜日がお休みとなります。詳しい場所は動画説明欄をご覧ください。ちなみに夕方5時以降はバイク車は入れません。6時半頃に入店した時は数組のお客さんがいたんですが、7時頃には店内は満席でした。外にもいくつか席ありまして、外は余裕がありました。店内はクーラーが効いてて快適です。この壁の向こう側がキッチンになりまして、この小窓から料理が出てきました。まずはビールをいただくことにしました。シャンビール小瓶80バーツ大瓶120バーツになりますので、激安店ではないです。今回はシャンビールの大瓶をいただきました。メニューは写真付きになってまして、すごく分かりやすいですし、この写真もすごく美味しそうに写ってます。料理のお値段は150バーツ前後のものが多いです。お店の判断基準が安さだけの方にはちょっと割高なお店にはなると思うんですが、立地を考えますと結構リーズナブルなお値段かなと思います。エアコンもある室内になりますし、この後料理ご紹介していこうと思うんですが、どの料理もめちゃくちゃ美味しかったです。ちなみにたまに案件を取り締まる方いらっしゃいますが、案件ではないです。まずはじめに店員さんにおすすめを聞いたところ、こちらのエビのガーリック揚げが美味しいということでしたので、そのまま注文しました。180バーツになります。チキンポークバージョンもありまして、その場合は150バーツです。ちゃんと殻が剥いてある状態のエビで、背中側がパクッと割れてまして、背わたもちゃんと取られてました。殻が剥いて火が通った状態でこの大きさなので、かなりサイズ的には大きいんじゃないかなと思います。たっぷりとガーリックが使用してありますので、好きな方はめちゃくちゃハマる一品だと思います。続いてこちらも僕の大好きな一品になるんですが、ピータンのヤムになります。ヤム海洋マーというものになりまして、ちょこっとピリ辛にはなってるんですが、上に乗っかってる生姜がめちゃくちゃいいアクセントになってます。ピータンは中華料理のイメージで、日本の方は食べたことない方結構多いと思うんですが、見た目ほどの癖もなくてめちゃくちゃ美味しいので、ぜひ一度食べてもらいたいです。続いても僕の中では定番の料理になってるんですが、生エビのナンプラー漬け、クンチェナンプラーになります。大きなエビが6つ入って180バーツになります。赤い唐辛子がたくさん乗っかってますので、めちゃくちゃ辛いのかなと思ったら、それほど辛くはなかったです。見ていただいて分かる通り、エビのサイズがめちゃくちゃ大きいです。生のニンニクと一緒に食べるのも美味しいです。動画内でもちょくちょく言ってるんですが、僕自身結構野菜好きになりますので、こういう野菜と一緒に出てくる料理は最後まで野菜を全部食べるんですけれども、タイの人大概野菜残しますので、まだ食べてる途中で下げられそうになるので、そういう時はお皿を持ってかれるのを全力で阻止します。まず最初つまみ用に4品注文したんですが、3品が先に届きまして、美味しくビールを飲んでると4品目のこちら、豚の豚トロ焼きコームヤンが運ばれてきました。表面がテカテカに光ってまして、ジューシーさが伝わると思うんですが、量も結構たくさん入ってまして、こちら180バーツになります。豚の喉の肉になるんですが、
スーパーで買っても結構お値段する部位になるんですが、やはり焼くとめちゃくちゃ美味しい部位なので、日本人の方でも好きな方が多いと思います。それをこのピリ辛のイサンのタレにつけて食べるのが最高です。続いては初めて食べるものになるんですが、パッドミーコラートと言いまして、コラート風焼きそばみたいなものになります。パッタイのような料理になってまして、麺はめちゃくちゃ細いセンミーになってました。具材はもやし、ネギ、豚肉という感じで、味付けも癖がなくてすごく食べやすくて、万人受けしそうな料理ではあるんですが、しっかりと味もついてて美味しかったです。今回は僕の好きなものばっかり注文してるんですが、次も大好きなカリカリ豚の料理になります。ケールとカリカリ豚の炒め物、パッドカナームークロップになります。こちらも一皿180バーツです。いろんなところでこのカリカリ豚のケール炒め食べてるんですが、今回のこれが一番カリカリ豚が分厚くて大きかったです。かなり食べ応えがありました。そして最後に注文した料理はこちらのマッサマンカレーになります。鶏肉のマッサマンカレーは150バーツです。この料理は口コミにもめちゃくちゃ美味しいと書いてありましたので、気になったので頼んでみたんですが、甘さ強めでトロットロの濃厚なソースがめちゃくちゃ美味しかったです。鶏肉もしっかり煮込まれてますので、めちゃくちゃ柔らかかったです。中の具材はたっぷりの玉ねぎに細かく切ったじゃがいも、豆も2種類入ってました。ということで美味しく全部完食しました。そしてお会計なんですが、ビール大瓶4本飲みまして、料理は全7皿、氷は無料で出してくれました。合計は1650バーツということで、2人お腹いっぱい食べて今のレートで6800円ぐらいになります。たまに最近パタヤチャンネルは高いものばかり紹介すると言われることがあるんですが、僕の紹介するものが高くなったわけではなくて、為替と物価上昇で高く感じる人が出てきたんだと思います。今回のお店も昔であれば4000円ちょっとぐらいで食べれてたんじゃないかなと思います。その辺は勘違いされないようにお願いしたいです。立地もいいですし、味も本当に美味しくて、2人でビール4本飲んでクーラー付きの部屋で1650バーツなので、個人的にはかなりおすすめのお店です。以上、今回はパタヤで一番評価が高いタイレストランをご紹介させていただきました。次回木曜日の動画は肉がうまいラーメン屋対決になります。 A4 和牛ラーメン対豚骨トムヤムラーメンをお届けしたいと思いますので、ぜひご覧ください。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。現在メンバーシップも募集してますので、どうぞよろしくお願いします。